て視聴者さんを切り離すに決まってるよね。おいおま、発射。これはひどい。わらた、何わらてんねん。ゆるふわ軍事チャンネル。はーい。皆さんこんにちは。こんにちは。自由にロケットを飛ばして遊ぶことができるゲーム、カーバルスペースプログラム2。今回は何作るん？前にちょこっと紹介したと思うんだけど、ロケット以外に飛行機も作れるんだよね。ほう。ということで今回は、ほとんど何も知らない状態で飛行機を作っていこうと思います。一番やったらあかんやつや。説明書もまともに読まないずんちゃん。さすがに動画にできない事故が起こる可能性があるので、このデモ機で軽く遊んでみようかな。その方がええで。で、これだね。ジェット機。おお、ジェットエンジンや。現在カーバルスペースプログラム2には、プロペラタイプはどれも実装されていない感じなのかな？めちゃカタカタしとるで。これね、すごい反応がいいというか効きがいいんだよね。どんなで？調整できそうなんだけどめちゃくちゃ効きがいい。キュッキュッて動いとる。ほんとんと。何しとるんや。操作感は他のゲームと同じだね。飛行機系のゲーム得意ならスキル活かせそうやな。ちょっとストップ。緑の人や。これは将来の破壊対象かな。破壊対象やめる。操縦は癖はあるけどなんとか飛ばせるかな。おお、膠着装置も格納できる。ぐるっと旋回して着陸だね。まあずんちゃんみたいにバトルフィールド1942で鍛えられたプロなら着陸も余裕。すごい、めっちゃ安定しとる。よいしょ。爆発しとるやん。あれ？かなりいい感じで着陸したと思ったんだけど。前輪が折れたんか。この程度で壊れるなら欠陥だね、欠陥。そういうことにしといてあげてください。はい、ズンちゃん特製のジェット機作っちゃおうかな。ここからが本当の地獄や。視聴者さんが乗り込むコックピットをポイッと。視聴者さんいじりやめる。まあ一人だと寂しそうなので座席を追加。まあ言うな。ズンちゃんせっかくなら横並びにしたいんだよね。え？さすがノリがいいカーバルスペースプログラム2。ちゃんと装備がありました。待て、将棋逆さまについとるやん。むけぬ。何笑てんねん。ちょっと調べたら4つ接続できる夢のようなパーツを発見。今回はこれでいきます。おい待て、おかしいやろ。向きがおかしかったので180度回転しておきますね。誰か止めたる。はい、盛り上がってきたところで胴体作ろうかな。盛り上がっとるの一人だけやろ。まあよくわからないのでとりあえず燃料タンクを搭載。ジェットエンジンだから空気を取り入れないとダメなんだよね。ぽっかり穴開いとる。で、エンジンを乗せようと思ったんだけど、見ていたら核弾頭のような構造を発見しました。普通におぶってなっとるやん。今度これを大気圏再突入させて、さっきの像を破壊してみようかな。もはや破壊することしか考えていない東北ずんこ。しゃあないので先っちょに搭載。ここに主翼だね。翼みたいなのが3種類あって、ずんちゃんよくわからないので適当につけておきました。これ多分垂直尾翼とか水平尾翼やろうな。こんなの可愛いずんちゃんにはわからないよね。このゲーム、戦車ゲームみたいに自由度はそこまで高くないんだけど、翼であれば厚さや長さも自由に変えられるね。ここは全身翼にしておきましょう。何しとるん？ほら、男の子はこれ好きだからとりあえずつけとけばいいよ。そうなん。忘れないうちに尾翼も搭載。下っ側にも小さいのつけちゃおうかな。これって翼の搭載数とか制限あるん？こういった構造に上限はない気がするね。翼もハリネズミみたいにたくさんつけることもできるんじゃないかな。となると、あとは PC の処理性能が必要って感じやな。謎のコックピットにはカナードを搭載。男の子はカナードつけとけば、かっこいいってすぐに騙されるからね。ただしこの機体はのぞく。あとはエンジンだね、エンジン。全長が短かったので燃料タンクを挟んでごまかす。翼の下につければいいね。形なってきた。あとは車輪をポイポイっとつければ完成。これさっき折れたやつや。よーし、すんちゃん特製飛行機初飛行しちゃおうかな。三号廃棄物のようにぐちゃぐちゃになりました。それは半分正しい。あかねちゃんは好きなんだけど翼と胴体を縛っておきました。なんや。はい、飛行試験再開だね。おう、今回は壊れとらん。というか絶妙に前後バランス取れとるで。あれ？矢印米状態になっちゃってる。後ろ浮いちゃってるけど、エンジン点火。来た来た。着いた。発進成功。このまま加速。と思ったら後ろが焦げました。さっきゴツンって聞こえたのは接触しとったんか。ちょっと軽くなったし、このまま離陸だね。落ちることを期待している東北ずんこ。
バテブタに綺麗に離陸したで。さすが保健体育が得意な東北さんぽ。それ多分一番関係ない。これね、さっきのデマ機に比べてすごい安定してる。この形でも安定するんか。ぶっちゃけかなり適当に作ったんだけど。せやろな。びっくりするくらい安定してて、さっきみたいにグワングワンしないんだよね。ただ乗ってるだけの視聴者さんも嬉しそうです。乗らされとるの間違いやろ。特に下側が気分。ちなみに下側の視聴者さんは大迫力の離着陸を楽しみたいオプションの方だね。どんなオプションや。ちょっと早いけど飛行試験は成功。基地へ帰ります。初めて作った割にうまくいったで。誰や下打ちしたの。降着装置展開。おお出た。よくわかんないけどエンジン出力 50%。 このまま着陸。高度5メートル。よいしょ。うまいやん。完璧だね。あれ、ブレーキどうするんだろう。もしかしてブレーキパーツとかあったんちゃう。バトルフィールド1942だと外に出ると強制ブレーキかかるんだけど。それはあかん。ちょっと左右に振って減速開始。待て、あかん。どういうこと。一体何があった。降着装置は折れてない。もう何もできません。あら、あれ、視聴者さんは無事だね。オプションの視聴者さんが。はい、無事に着陸できたし、もうちょっと変わった機体作っちゃおうかな。なかったことにすんな。第二次世界大戦中、ドイツで変な形の航空機デザインしてた人がいて、画像で紹介するとこれだね。おい待て、胴体が繋がっとらん。読み方がわからないんだけど、ブローヌ・ウントフォス B111 だね。カーバルスペースプログラム2は 3DCG みたいに作れないので、左右非対称の形だけ再現します。今つなげているのは、視聴者さんがたくさん乗れるように客室だね。余計なことすんな。お尻のところがかっこよくシュッと。で、どんな形だったのか忘れちゃったんだけど。適当すぎやろ。確かこんな感じでまっすぐ。あれ？設計中にあれはやめれ。で、こっち側に尾翼とかつける構造があったんだよね。一応こちらも客室にすると。これ何人乗りなんや。あとは反対側よりこちらを伸ばすだけだね。めっちゃ簡単。これ絶対飛ばんで。お尻のところはシュッとかっこよく。全体的にサイズを見直してこうなりました。エンジンはどこについていたのか曖昧なんだけど、とりあえずさっき使ったモデルを搭載。3機ついていたのでこのような配置にしてみました。後から答え合わせやな。垂直尾翼と水平尾翼は普通な感じでボイッと乗せて、あとは降着装置をつければ基本的な構造が完成だね。ではさっきの画像と比べてみようかな。そこそこ似とるけど左側の配置が微妙にちゃうな。エンジンと胴体が繋がってたみたいね。よーし、ずんちゃん試験飛行しちゃおうかな。完全に乗りだけの試験飛行や。エンジン全開。右に曲がっとる。待って、コントロール不能。というか垂直尾翼がついとらん。どういうこと。またずんちゃんが使った垂直尾翼コレクター出ちゃったのかな。参拝コレクターや。あれ？あれ？普通に貫通しとる。今がチャンス。はっきり言って、尾翼なんて形だけでいらないと思うんだよね。後ろもげた。もげたことで奇跡の離陸。もう主翼しかついとらん。まずい。アイスうめえな。何食ってんねん。コレクターに取られた垂直尾翼はイキリ V 字にしようかな。めっちゃグワングワンするけん。しちゃあかん動きや。なんで激しく上下に動いちゃうんだろ。気合で離陸。おいった。ズンちゃんみたいなプロだと基本どんな機体でも飛ばせるからね。左や左。ちょっといいかな。コントロールが効きません。思った。プロどこ行った。どうやら重大な欠陥がある。自分のことか。なんか舵の効き方がこれまでゲームで操縦してきたどの航空機とも違うんだよね。すごい航空機作っちゃった可能性。嬉しそうでよかったな。ズンちゃん気分いいし、新しい構造乗せちゃおうかな。おい、やめとけ。ここに鉄骨を突き刺す。航空機に鉄骨はあかん。飛行機開発で難しいものは何か考えてたんだけど。何？限られたスペースにお客さんをたくさん乗せれないと赤字なんだよね。え？ということでここに補助席を設置。あかんあかん。安心してください。何かあった時のためというか、ぶっちゃけ何かあるんだけど。予告する東北ずんこ。多分分離しないと思われるパラシュートを搭載。せっかくなので席を増設して利益をがっぽり。バランスよく反対側に移動だね。何のシャキーンや。となるとエンジンパワーも必要になる。1機増やして4発に変更。
中央のエンジンは撤去されたので、ここに空間が生まれちゃうんだよね。どうするん？だったら乗せるしかないよね。ロケットを。まだこの機体飛べとらんやろ。弾頭じゃなくて先っちょにつけるのはこれだね。今弾頭行ったで。一応聞くけどこれなんなん？何って、宇宙炉、宇宙原子炉だね。また何つけとんねん。こんな感じのもので、原子炉で作られた熱をエネルギーに変換する、スターリングエンジンがついてるんだよね。三角でかっこいいので見た目だけで乗せておきます。普通にあかんやつや。つけ忘れていたカナードをつければ、男の子はもう何も文句言いません。どんだけカナード好きなんや。作るだけ作って機体の色がいつもの緑じゃなかったので変更。ではサクッと離陸開始。ちょい待て、後ろのところがやばい。なんかおかしい。いつもおかしい。視聴者さん、脱落。これから何が起こるんや。変な動きする前にすぐに離陸。もう滑走路から外れとるやん。これね、パチで操縦が何かおかしい。本当にわざとやってるんじゃないからね。乗りを突っ切る新しい乗り物や。またまずい。あかん。飛んだ。ほぼ分解しとる。もう何もできません。視聴者さん分離や。視聴者さん分離。なんか飛び上がった。固体ロケットを座席に仕込んでおきました。発射。発射言うな。奇跡的にパラシュート開いとる。全員無事だね。で、何回か挑戦したんだけど、突然機体の大破。何やってんねん。7回くらいやって奇跡的に離陸に成功。ポッキリ折れとるやん。ゆっくり珍飛行機チャンネル。動画的に美味しい映像なんだけど、ちゃんと飛び立たないとまずい。翼と胴体が分離してる疑惑があるので、ストラップで固定。では行きましょう。エンジン音だけはええな。ある程度加速すると右に傾く。これまでと同じや。傾く前に機首を左に向くよう先行動作を行う。癖ありすぎやろ。おっとっと、そっちはあかん。パワーで進路修正。おお、戻ってきた。というか普通の飛行機ならトップニュースレベルの離陸の仕方や。ぼちぼち離陸。機体壊れる。おお、みんな飛んだで。完璧だね。このまま高度を上げてロケットを切り離し。機体も安定しとる。そうなんだけど、操作するとコントロール不能みたいな感じなんだよね。とりあえず不安不安して機体は折れそうなことと、左旋回するには機体を降下させる操作をしながら左の要操作を行わないとダメな感じ。飛び立つ前から事故機やん。誰こんな機体設計したの。無駄にいろいろ乗せとるのはずんこやん。その後ろに乗ってる8人の視聴者さんは、ロケットの打ち上げを近くで見たいオプションを指定だね。それと自然の風を感じたいオプションやろ。では行きます。機首を上げてロケット分離体制に入る。バージンオービットは25度、ズンちゃんは倍の50度まで上げて発射。おー、いったで。ついとるのは原子炉やけど。ロケット視点にしたいんだけど、やり方がわからない。というかこっちが落ちるで。ロケット振り離したらある程度飛びやすくなったけど、相変わらずひどい。常に操作していないと落ちちゃう感じ。機体構造そのものの欠陥やな。みんな発射場上空まで来たよ。何するん。何って視聴者さんを切り離すに決まってるよね。おいお前、発射。これはひどい。わろた。何わろてんねん。まあパラシュートも開いてるし大丈夫だよね。おっとっと、もう落ちる。切り離すたびに飛行特性も変わる気がするんだけど、正直かなり危険な状態なので視聴者さん分離。飛んでもうた。どこ行った。パラシュート展開確認。こっちが危ない。バチで操縦不能なんだって。足を引け。ズンちゃんの特殊スキルで姿勢回復。このまま着陸するよ。ズンコの汗がひどい。汗っかきズンちゃんファン増えちゃったらどうしようかな。増え増え。前に滑走路見えてるんだけど、着陸できる気がしません。もうやるしかない。というかぶっちゃけると、さっきの視聴者さんみたいに機体捨ててパラシュートで落下した方が安全だと思うんだよね。パラシュート積んどるんやろ。飛行機なんだからついてるはずないじゃん。せやろな。もうこのまま行きます。降着装置、展開。展開確認。ちょっと待って、車輪。なんかおかしい。どういうこと？ちょっとええか？これ搭載武器前後脚やない？このまま着陸します。おい！ズンちゃんわからないから前後ろって書いてくれないと。無理だったらリボンでもいいけど。それは下にやん。高度何メートル？11メートルや。姿勢も安定、着陸。よいしょ。タッチダウン。
マテアシがマイケル・ジャクソンみたいになっとる。マイコーと奇跡のコラボ、ブレーキを補充。あかん、これはひどい。だから表情と言葉があっとらん。視聴者さん無事かな。おう、奇跡の生還や。こっちの視聴者さんも無事だね。記念に東北宇宙機関の旗を刺しておきましょう。よいしょ。なんかミサイルみたいやな。で、ほら、さっき座席ごと切り離した視聴者さんいたよね。ちょっと探してみたんだけど、座席しか発見できませんでした。誰や、こっちが安全言っとったのは。はい、今日はこんな感じかな。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは他では紹介されていないような文字に関する内容からゲーム実況などを多く投稿しています。興味を持たれた方はぜひチャンネル登録してくださいね。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。